電子音ピストルが鳴りました。2番車の小暮、あるいは5番車の竹村と続いて1コーナーのカーブです。一目散に飛び出しました2番の小暮、前を取っています。5番車の竹村、そして続いて7番の村本慎吾です。戦列を詰めていくのは3番車の藤原、外から6番の森江、彼はどうやら切れ目からということになりそうです。その外からゆっくり4番の竹野幸信が上がります。現在最後方が大ベテランの1番の佐古正人として、初回の4コーナーを流れていきます。まずは前段即席ラインということで、2番車の小暮、7番の村本、4番車の竹野とラインが固まっています。一応切れ目ということで6番車の森江が4番手、後ろ攻めになったのは中四国の3人です。5番の竹村の動きに機動力を託しました3番の藤原、そして1番の佐古正俊という展開です。一本棒の形で2周回目、向こう正面から3コーナーにかかっています。あとは5番車の竹村の仕掛け次第ということになっていきそうですが、早くも上昇です。行ってみようという5番の竹村達也です。2番車の小暮雄也をどかしにかかる、残り2周です。2番車の小暮がさあ突っ張るか、それとも5番の竹村が抑え込むのか、結局は5番の竹村が車を下げて元の位置ということになります。前段は即席で、しかしもう一度巻き返していきます5番の竹村です。ジャンが入って3コーナー、飛び出しました5番の竹村、2番車の小暮がもう一度突っ張るか、結局5番の竹村は出ていきません。4コーナーから直線部分、先行2番の小暮が取って、2番手は7番の村本です。3番手4番の竹野と即席勢が前段、5番の竹村にとってはちょっと厳しい流れになってまいりました。2コーナーから向こう正面です。残り今 200m を今切ったところ、小暮優也先行、7番の村本が2番手、3番手4番の竹野でこれから4コーナー直線部分に帰ってきます。2番車の小暮が持つかどうか、後ろから7番の村本が最後は追い込んでくる。7番2番4番か、最後は7番の村本が2番車の小暮を捉えたようなシーンです。気持ちよく行ってくれました2番の小暮、リプレイで確認しましょう。最後は7番の村本が2番の小暮をかばうような形で直線勝負、7番2番そして4番車の竹野とラインでワンツースリーと決まったゴール線上。どうやらこの第4レースはナッツ山本車検ということになったようであります。